こんにちは、くるみっきーです。来ちゃいました、ダブルリーグ横浜元町店です。はい、ということで最近9月にオープンしたばっかりの、はい、ダブルイーグル横浜元町店に早速なんで、もう入っちゃうから、はい、行きましょう。おしゃれ。お、入れます。広い、めちゃめちゃ広いです。あ、いらっしゃいませ。はい、ということで、改めまして、ダブルイーグル横浜元町店の山田店長です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと撮影土日にやらさせてもらう感じで、はい、まだちょっとオープンしたてだから、はい、お客様の数が、そうですね、ありがたいことにいっぱい来ていただいてます。すごいです。あのね、今日はくるみっきーさんが、はい、あの前撮影で出ていただいた時に、はい、そうですね、そう、ダブルイーグルに、うん、あの買い物に行くって言ってたんで、はい、そうなんです。そう、まあ、あと山田店長もあの前 PGA イルマの方で、ウェッジのフィッティングだったりとかいろんな動画で出させていただきました。そう、ディンゴルフの動画に出させてもらったんで、はい、いいじゃんと思って、はい、マッチングしちゃった。すごい良かった、タイミング良くて、もうこれも縁なのでせっかくならと思って、はい、ありがとうございます、お願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、フロアの説明、1階の方ですね、ウェアと、シューズ、はい、あといろんなアクセサリー関係とかが、はい、アクセサリー関係、はい、置いてあります、はい、で、じゃあせっかくなんでここいるところから、はい、まず簡単に説明していきましょうかね。まずこのモコってブランドご存知です？モコ、モコとかトラットっていうブランドなんですけど、はい、まあ、基本的にメンズラインが中心になってきてまして、ゴルフでも履けるしターンでも着ていただけるような、はい、ブランドになってます。で、特にパンツ、めちゃめちゃシルエット綺麗なんですよ。はい。で、セットアップとかも出してまして、あ、へぇー。こういう感じとかで。へぇー、え、これはゴルフウェアです。ウェアですか？はい。なので、ちょっと格式あるいいところのゴルフ場行くときとかも、ジャケット着用されていくんですけど、はい、セットアップで決まりつつ、プレイのときでも快適にいけると。生地も柔らかくて軽い生地なので。本当だ、すごい。あ、確かにゴルフウェアって感じ。はい、もちろんスポーツ、ゴルフウェアとしての機能も備えつつ、うんうん、そのまま、はい、で街でも来ていただきます。それこそ、うん、ビジネスオフィスカジュアルとかだったら、うん、これの上全然いけますからね。はい、こんなブランドですとか、うんうん、あとあのフェリージってご存知ですか？いやー、ちょっとバッグとかの方が有名なんですけどね、うん、ゴルフラインが今年ぐらいからスタートしまして、ちょっとまだあの新作とかも続々これから入ってくるんですけど、うんうん、割と軽めなものが今多く入ってまして、うん、まあ、触っていただくと可愛いですよね、このボーダーとかも思ったより見た目よりすごい伸びる。はい、フェリージですとか、もちろん有名どころになってきましたけど、ブリーフィングの方も、はい、はい、キャリーバッグとかもすごい人気ですからね、はい、取り扱っております。あとはあのキウイっていうブランド、うん、ブランドロゴが入ってたりとかもするんですけど、ここのブランドさんなんかも結構カジュアルと、こういうチェックのパンツなんかも、メンズでチェック最近少なくなりましたけど、可愛い感じで、はい、出ております。あの語り出すと止まんなくなっちゃうんで、はい、ちょっと巻き巻きでいきます。で、ラルフローレンも置いてます。へー、 RLX のラインの方と、あのこっちのよく見るタイプの、はい、男子プロだと金谷匠プロなんかが着用されてますけど、若い方ももちろんなんですけど、うん、少しお年を召された方とかも、うん、よくご購入されてまして、うん、やっぱりその品があるシックさと言ったらいいですかね、うん、そうですね。で、ガラガラしてるところでも品がこう、うんうん、この小さい花がいっぱい入ってるようなデザインなんですけど、まあ、日本だとあんまりないようなデザインですし、うんうん、まあ、少し肌寒い時となんかのこの上羽織着ていただくとすごく合わせやすく、かつ動きやすいというところもあります、うんうんうん、はい、もう結構ですね、このヘッドカバーとかも、わ、これ結構人気なんですよ、ね、これ熊のヘッドカバー、かわいい、サングラスチキーンチキーンってもう最初入れた数ほぼほぼ完売しちゃいまして、急遽おかわり入れましたもんね。あとボス、あのヒューゴボスとかも、うんうん、あ、わかります、はい、うん。で、ここもやっぱ海外やっぱ強いですけど、うんうん、日本でも展開してまして、うん、あんまり日本でゴルフラインで買えるとこないんですけど、うん、やっぱりダブルイーグルとかでやっぱ買っていただくことができるという形で、うんうん、ボスのブランドとかもですね、まだまだこれから秋冬モデルいっぱい入ってくるんですけど、
こういう白とかも可愛いですよね、うん、で派手にガラガラしてないんで、うん、ワンポイントでこうボスっていう風に入ってるってところ、あえてこういう真っ白とか着ていただくと、うん、爽やかな感じで入るかなと。最近ゴルフウェアだけどタウンユースっていうか街でも着れるみたいなのが増えてる気がする、はい、そうですね、増えましたね、うん、で特にダブルイーグルの場合、うん、あのセレクトストアってこともあって、うん、やっぱり一般の量販さんとかに並んでるウェアよりは、うん、もうほんとここでしか買えないようなものが多く入ってるので、うん、はい、でテイストも他のメーカーさんと全然違うようなものも多数取り揃えてます、うん、なるほど、いろいろ、ここまで一角ですからね、まだまだ、はい、もううちのメイン、まあ、確かに今もう入り口入って入り口入ってドーンと、皆さんご存知マーク&ロナすごいです、はい、さすが。ちなみに神奈川県でマーク&ロナ初です、うん、あ、そうなんですか、はい、神奈川でマーク&ロナ帰らぬダブルリーグ横浜元町店だけです。ぜひぜひ、それはすごいことを知った、はい、まあ、木村拓哉さんとかも筆頭に、うん、そうですね、はい、すごく有名なブランドに なってますけど、うん、やっぱり当店の方でもすごく人気があるブランドとなってまして、うん、新作続々と、かわいい、かわいいですよね。マークといえば柄っていう感じもあるんですけど、うん、はい、当店の方はあのその柄が多いラインと、うん、コードっていうモノトーン系のラインとかも入ってるので、ザ・マクロナってマーク&ロナこういう感じで合わせて、かわいいマクロナっていうものもありますし、うん、こっちの方見ていただくと、これ全然違う、イメージ全然変わってきますよね。本当にその中のモックとかも本当にモノトーンのタイプで白黒ベースとして、まあ、すごく合わせやすいですよね、うんうん、1個持っとくとすごく重宝するようなものもありますし、いい、このニットとかもすごく好評いただいてます、可愛いんですよ、すごい、なんか動きやすそうな、動きやすいですね、リズムがいい感じの、はい、あとやっぱしっかりしてるブランドさんなんで、こういうボタンのところもちゃんとマーク&ロナーとちゃんとちゃんとロゴ入ってます、入ってマーク&ロナーが見えて、はい、奥にこれがずっと見えてて、はい、どこのブランドなんだろう、かわいいと思ったらまさかの全然別のデザイン、そう、これこういうだけで3パターンぐらい、はい、でこのスカートもですね、あの後ろから見ていただいてもこんな感じでかわいいんですよ、プリーツも入ってますし、正面も小さくと大きくとという感じで、かわいい、かわいいんですよで、マーク&ロナの方なんですけど、はい、一部商品メンズとレディース同じデザインのものを入れてあります。例えばこの出たばかりのこのセーターかわいいんですけど、こんな感じでペアコーデも組めるような、いい、ちょっとペアでしたい、当ててください、はい、おいい家ですね、これめっちゃいい、かわいいです、それは気づかなかった、はい、今私が着てるこれなんかもお色があと2色出てたりとかで、うん、落ち着いた色、めちゃめちゃ伸びるんです、これ、バイーンバイーンバイーンってすごい、しかも裾が締められる、この白とかなんかは上にセーターとか合わせたりすれば、うん、結構長いシーズン着れるので、うんうん、春先ぐらいまで全然活躍するようなアイテムだったりとかするので、うちの方でもすごく人気です、これ、じゃあちょっと向こうに行きましょうか、はい、盛りだくさんなんで、もういっぱい紹介したいんですよ終わる頃には声枯れちゃってるかもしれない、枯れてるかもしれないです日本が誇る最強ラグラジュアリーブランド、はい、読めますクルミキさん、わかります、わかります、ウノピューウノウガーレトレっていうブランドですけど、はい、ここはやっぱりもうシルエット綺麗ですよね、本当に、でウエストサイズとかも少しメンズに関して言うと少し大きく作ってるので、あの少し体型大柄な方とかでも着れますし、私もウノをよく着るんですけど、うん、足すごく長く見えるんですよ、へー、この辺のパンツとかのラインがここからの絞りとかがすごく綺麗なので、うん、履くだけで足長効果があったりとか、うわそれはありがたいちなみに私が数少ない裾上げしないでジャストレングスで履けるパンツの一つだとします、ちょっと今までの UNO だともっと大きい文字とかが多かったんですけど、うんうん、今期のモデルこういうちょっと細かく斜めに入ったりとかのデザインとかも増えてきましたし、もちろんこういうバケハケのものとか可愛いんですよ、かわいい、かわいいかわいい、なんか中がちゃんと今期の柄入ってたりとかで、すいません、どうですか、あ、かわいい、あ、かわいい、かわいい、
で小顔の人とかでもやっぱこういうシルエットなんで、あの帽子キャップ系があんま似合わない人でも似合うんですよね。つば広かったりするあるんで。掛け配いいんですよね。掛け配やっぱ今期まだまだ人気いただいてますね。でちなみに最もご紹介したいのが、このネイビーのセットアップなんですけど、ウノって白黒がやっぱ強かったりして、ネイビーってあんま出してないんですよ。確かに。ちなみにこのネイビーラインの方ですね、ダブルイーグル横浜限定ラインになってます。そうなんですか、キャップも含め。それすごくないですか。レディースラインもご用意してます。どこですか。向こうにあります。後でネイビー可愛いですね。ネイビー大好き。ちょっとここのリブがしっかりしてるので、ちょっと硬くあえてしっかりめにしてあるので、あのちゃんとウエアで着られた時とかにピシッとするんで、お腹とポーンっていかないんですよ。なので細身の方が来たとしてもパターンの時とかにつかがりにくかったりとか。ああ、それめちゃくちゃ気になります。はい、パーカー系って結構どうしてもすごい、そうお腹のところ引っかかっちゃったりするんですよね。ダボーンってなっちゃうから引っかかる。横浜限定ライン。限定はちょっと気になりますね。絶対かぶんないじゃんね。はい、絶対かぶんないです、続いてはルシアンペラフィネの LPFG ラインなんですけど、まだスタートしたばかりなので、秋冬モデル1回目ぐらいな感じなんですけど、カシミヤセーターとかがすごく有名なんですよね。ちなみに他社さんとかで、まあ、私着てるようなブランドさんとかでドクロとかついてますけど、元祖ドクロはペラフィネです。はい、元祖ドクロです。これもそうだ、はい、表となんと裏側もよく見るんです。光で見たら、はい、すごいちゃんとドクロ。セーターとかが何よりも軽いんですよ。かわいいし軽いしあったかい、すごい。あー、もうこれは想像できる。ラウンドして着心地の良さが、はい。でし、こういうのやっぱシンプルなんですけど、こういったところでちょっと遊び心というかワンポイント入ってるので、黒とかにしていただくと割とかっちり締まるので、あの大人コーデみたいな感じも作りやすかったりとかします。はい、レディースももちろんございます。はい、バッグとか有名ですけど、レザレクションの方も、はい、ご用意しております。はい、この模様といえばもう今やレザレクションってなってきましたよね。メンズの方とかもやっぱこういうラインとかで模様入ってて、柄入っててブランドロゴ入っててってやっぱ可愛いですからね。これからちょうどこの1枚だけの季節が、はい、やってくるので、これの下にもう普通にパンツ合わせていただいて、もうこのグレーなんかはネイビー、ホワイト、ブラックとか何着ていただいても合わせやすいデザインなので、もうすごく好評いただいています。なんか結構このバッグのイメージが強くて、はい、ウェアってあるのって言われることもあるんですけど、はい、結構ウェアも可愛いですよね。ウェアも可愛いです。でちゃんときっちり作って出してるんで、私は結構レザレクションバッグもレザレクションだし、結構レザレクションです。エルグアンっていうブランドなんですけど、これダブルイーグルで今すごく人気いただいてまして、テイストがダブルイーグルで扱ってるブランドの中でもちょっと異質って言い方おかしいですけど、今までのゴルフウェアないような感じのテイストになってるので、こういうネイビーのシンプルなものもありつつ、はい、可愛いラインもありつつ、こういうダウンパンツみたいなのも入っててあったかいです。これメンズですよね。メンズです。はい、絶対あったかい。こういうの欲しかったんですよ。あ、本当ですか。ダウンパンツ1個あると便利ですからね。足もっとあったかくなるだけで全然。しかも暑くないよね。なんか結構前のボコ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 、全然ボコボコしてない、暑さ感じない。エルグワンっていうブランド自体の方も、店舗で買えるっていうとチャンネル何個かあるんですけど、ほぼほぼダブルイーグルがメインになってるぐらいで、自分ゴルフ場さんのショップとかでも一部入ってるんですけど、すぐオンライン完売しちゃった商品とかもあのダブルイーグルの方で在庫あったりとかもするので、メーカーさんの公式インスタの方とかでも、はい、ダブルイーグルのお店行ってくださいみたいな流れてるぐらいに。なるほど。キャディバッグなんかもこういう感じで、あ、キャディバッグもあるんですね。スリム、スリムでちょっとクラシックっぽいような感じで、そこまで派手派手してないんですけど、やっぱり品の良さっていうところもありますので、本当にやっぱりその最近の派手なキャディバッグは嫌だっていう方とかから、はい、すごく好評いただいてます。確かに。次がですね、はい、こちらの方がホーンガーメント。この柄とかすごいペイズリー柄ですけど、
これ着こなせたらかっこいいですよね。でも意外と、うん、合わせやすいんですよ。ネイビーとか、うんうん、黒とかグレーとかでもいいですし、うん、意外とこっちでもいけるかな。上が濃いめなんで。確かに。はい、こんな感じでもいけちゃいます。うん、で宮里優作プロなんかがホーンの契約なので、へこれ試合で着られてるの見ましたね。目立ちそう、目立ってました、うん、かっこいいです。この辺のニットすごく今人気です。純粋に可愛い。普通も本当に着れる、普段でも着れそうな、着れそう。ニットで間これ別素材入れてまたニットでってところでこだわりは満載で、うん、すごい。こういうダウンの、あ、なんかもうそんな季節か。はい。軽い。B12 っていうブランドで、うん、まあ、やっぱりこのネオンカラーのモックとかがすごく映えるブランドなんですよね。すごい綺麗ですよね。発色綺麗ですよね、うん、これメンズなんですけど、うん、今私パンツこれ B12 のパンツなんですけど、うん、あの軽いっていうのとストレッチ効いてて動きやすかったりとか、で意外とこういうのでこう合わせてもらったりしても、うんうんうん、ちょっとバラバラ、かわいい派手さが出てくる、うん、で後ろ見てもらうとこう縦に主張もしつつし締まりもありつつっていうところで、かわいい、かわいいです。なんか V12 のコンペに行ったことあるんですけど、はい、結構こうがカラーなんですか、はい、をうまくみんな使ってますよね、してる人が多くて、はい、かわいいなと思いました。色味とかこういう、うん、あえて差し色でこう少しだけ入ってるようなのとかも、うん、最初さすがに全色抵抗あるよって方はこっちから、ここから初めて、はい、いただけると。イズリールっていうブランドなんですけど、うん、これアパレルラインとかがもう本当に今年ぐらいからスタートしてるラインなので、まあ、ディレクターさんには悪いんですけど多分知ってる方ってほとんどいないと思うんですよ。アパレルのデザイナーさんがもうすごくゴルフ好きで、うんうん、もう始めてて、生地もそれこそこういう帽子とかの生地とかもオリジナルの生地になってたりとかして、うんうん、もうよく見ると光が反射で変わってきたりとか、うんうん、でどちらかというとちょっとストリート系のテイストが強いブランドなので、うんうん、全体的にゆったりのシルエットになってます、うんうん、で少し大柄な方とかでも着やすいように、うんうん、XXL のサイズまでご用意があったりとか、うんうん、はい、で特筆すべきはですね、まあ、トップスのこのカーキとかも可愛いんですけど、はい、実はですねこれサイエルパンツなんです。え、ここが長く、へ、普通この辺で終わっちゃうんですけど、うんうん、着る人選ぶんですけど、うん、あのハマる方ものすごく綺麗に、はい、ここイズリールさんのジャケットあるじゃないですか、はい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 、あのゴルフで着ていくようにと思ってジャケット作ったんですけど、すごいジャケットも形綺麗ですよね。形綺麗 でちょっと素材がジャケットカチッとしてなくて動きやすいジャケットで、はい、でそれでゴルフウェアも出しますっていうのですごくちょっと気になってました。ちなみにこの GB ってあるんですけど、うん、これ何の略だと思います？ゴルフバカ。正解ですよ。正解です。マジです、はい、なんか ゲームボーイとか出てくるのかと思ってた。大喜利。でこういうファスナーのところとかも、うん、この今後新しいその新作とか来年のモデルとかが出てきたとしてもベースカラーに対してこのファスナーの色は統一でいくっていうお話なので、今年のものを買って来年のものを買ったとしても合わせやすかったりするっていう。なるほど、はい、そうファスナーがそうですこの、ね、かわいい、なんていうんですか、かっぽポッケですって感じを出してない、はいはいはい、結構やっぱ胸ポケット欲しいよって方もやっぱいらっしゃるので、ですよね、隠れ胸ポケットがあると結構私夏物を着てたんですけど、はい、今年この夏物もこのファスナーがあって、あのファスナーがめちゃめちゃこだわってるやつですね、はい、あとこちらの方にですね2つあるんですけど、ここに、うん、ラフ&セール、うん、先ほど横田慎一プロが契約されてて、はい、見る機会増えたと思うんですけど、必ずあの雑誌のイーブンさんとかにも毎回紹介ページ出てたりもするんですけど、はい、神奈川初上陸です。うわ、はい、また神奈川初上陸です、はい、タレントの清水圭さんからのブランドということもありまして、はい、結構芸人さんなんかも着られてる方が多くいらっしゃいますね。やっぱこういうモックとかも触っていただくとちょっと地圧になってて、うん、あ、少し寒くなってきても確かにあったかい、あったかく着れてかわいい。この鴨の端がポイントです、うん、なんか綺麗に映ってるのあるかな。、ね、サルベージパブリックっていうブランドで、はい、裏がこちらですね、裏がですねこのハワイのダイヤモンドヘッ
そうなんですか。はい、なってます。日本のブランドなんですけど、うんうん、ちょっとハワイチックというか、はい、あの南国チックで、はい、新しいブランドになってまして、ね、ハワイな、これもなかなか取り扱ってるのは本当にダブルイーグルが主体というか、うん、まあ主に出してたりとかするんですけど、うん、結構そのカチッと着るよりは緩く着る、うん、もうそういう海外とか の、うん、あのカジュアルなゴルフとかのイメージになってくれかなと。なのでですね、モックとかがすごい可愛いんですよ。半袖のモックなんかもこういう感じで可愛い、少し肩落としてる感じなんで、うん、あのサイズ1個小さくしてきっちり着るもいいですし、うんうん、あえてジャストより少しゆったり着てもらって、うん、ゆるーくハーフパンツとかで合わせてもらったりしても入るような感じで、うんうん、はい、動きやすいです。これもシューズメンズレディースともどももうこのタワーで店の中心にドーンとそびえ立ってます。はい、で扱っているブランドは例えば G4 エコーとかは、うんうん、が人気なんですけど、いろいろグラビスのシューズとかもあったりですとか、これちょっとスケーターの方のブランドですけどあったりですとか、パーグッズとかでおなじみのコールハーンがあったりとか、うんうんうん、かわいい、もういろんなブランドになってます。なんかこんなこれ欲しい、アディダスのコードカワさんも入ってます、はい、でこの辺の G4 も今すごく人気いただいてます。泥除けとかついててかわいいです。うーん、あ、それかわいいですよね。裏こんななんですけどね。うわ、すごっ。これでちゃんとグリップ効いてくれます。これで足踏まれたら痛いです。チクチクチク。これを選ばれたんですね。やばい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 。タダン。これスリッパですか。タダン。